エンブレムコインゲットしました。今回はこれ回していきたいと思います。ダイス、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチのおもちゃ、開封した時にゲットした新しいトレジャーメダルと秘宝妖怪エンブレムの QR コードを読み込んだので、妖怪ウォッチ3でガシャ回していきたいと思います。秘宝妖怪エンブレムだけ今ゲットしたエンブレムコインでした。他は暗黒神エンマはトレジャーメダルなんですけど、地獄コインをゲットできました。他のトレジャーメダルは封印されしコイン、エンブレムコイン、妖怪ガシャ用の特別なコイン、神秘的な輝きを放っている封印されしコイン、そこはかとない力を感じる、そこはかとないはい、ダーツタイム。全部回すためには2回以上だったら OK ですよね。ということで今回はどっちも回したいから2回以上を狙っていきます。多分1回2回はないと思うんだよね、きっと。何回かな。おお、7回、ラッキーセブン。これならエンブレムコインを回して、他の6回は封印されしコインを回せます。行ってみましょう。まず中身確認。エンブレムコインは大当たりは神秘シリーズの装備などになってますね。中当たりは黄金アンクにバッケルトン、マンマミーラ、お宝もどき、ショーと粗品はなしっていう形です。これ大当たりのなどには他に何が入ってるのか気になりますね。封印されしコインの大当たりは、あれ、これなんかエンブレムコインの中当たりと同じ感じのメンバーかもしれないですね。でもなどが気になります。さあ、ドリームメダルタッチしましょう。封印されしコインから回していきます。なぜかというと最近の大当たり率が悪いので、ここで上げていって最後にエンブレムコインで大当たりを狙っていきたいです。1個目、え、隣か中当たり、深い漢方。大当たりのなど、バケルトンかマンマミーラか黄金のアンクか何かなんですよね。大当たりになりたいな。普通にやると4箇所大当たりで2個プラスなんですけど、なんか今のところ分かれてしまってる大当たりがこう近くに隣に並んでくれると嬉しいんですけどね。もう3回目、封印されしコイン、お願い、隣に、あ、並んでるところがある、そこ狙いましょう。並んでるところを狙う、右側真ん中3時方向。あ、全然違うけど大当たりになった大当たりから分けると、これは先ほどのお品書きにいた妖怪なので、などのところには入ってないですね。いいな、ズーマン。今回ゲットした容器は、デラックス妖怪ポットでミックスしようと思います。またね、少しずつゲームでも容器を貯めて、新しい容器になるミックスしてみるのがすごく楽しみです。はい。今回のも分かれてるなぁ。だいぶ分かれますね。4箇所プラス2だと分かれがきつい。はぁ !2 回連続やったお宝もどき、ということは、などのところにお宝もどきは入っていることが分かりました。なんだかエンブレムコインの中あたりとやっぱり一緒の妖怪だったり、するのかなっていう印象ですね。2個目の稲妻容器ゲット、これもミックスに使います。はい、もう1回封印されしコイン行ってみましょう。大当たりのなどに当たりそうにない位置になってるけど大丈夫なのかな結構遠いよ。あ、
惜しい惜しい、来る、あ、3回連続、あ、なんか久しぶりに、しかも黄金のアンクゲットしました。黄金のアンクはミステリーレジェンド専用ですよね。いいな、ズーマーもゲット、ミックスに使う。黄金のアンク、ミステリーレジェンド誰に持たせようかな、そういう皆さんだったら誰に持たせますか。私結構こういうの悩んじゃうんですよね。じゃ次行きましょう。4回連続来るのか、来るのか。いや、1は1はいい1な感じではないんだけどね。でも分かれてても当たったりしますもんね。お願い、大当たりなどが知りたい、など隣、中当たり、お隣に当たっちゃいました。カブトさん、うん、首がない、首がないじゃない首から下がない、やっちゃったニックネームはつけないで図鑑は登録します。いきましょう、残り1回。エンブレムコイン、え、めちゃくちゃ多い、大当たり。これ逆に中当たりに当てる方が難しい気がします。大当たりのなどのところは気になるけど、とりあえずはこれ大当たりいけるんじゃないかな。しかもすごい連なってる、そこそこ、え、戻った、え、戻ったの初めて見ました。大当たりゲット、嬉しい。神話の腕は、神話の腕はお品書きに3種類入ってましたね。いいな、ツーマンもゲット。え、これドリームルーレットで戻ったことある方っていらっしゃいますか。え、私初めてだと思います。あれ、戻るんですね。普通に通り過ぎることしか今までなかったので、かなりびっくりしてます。他の端末でも回してみたいと思います。ということで変えました、すき焼き端末。まずはダーツタイムのルーレットから行ってみます。2回以上でどっちも回せるので、2回以上ならやっぱりいい、それでいいです。高望みはしません。お願い、うん、7回、どっちも7回っていうことはラッキーセブンのいいことがありそうな予感。これも大当たり来るんじゃないかな。エンブレムコインから行ってみましょう。さて、ルーレットドリームメダルをタッチ。はい、今回のドリームメダルはトムニャンにしました。お願い、トムニャン、結構いい位置だよね。お願い、あ、危ない間に空いてるところ怖かった。ありがたい漢方ゲット、などにはありがたい漢方もあるみたいです。他にもあるのかな、闇呪老人と戦える闇容器、これもミックスに使おうと思います。稲妻と闇ミックスってどうなるんだろうね、すごい気になる。はい、ここからは封印されしコイン、あと6回残ってるので6回行ってみましょう。うん、2つ続いてるところがあるので、下側狙っていきたいな、押すすごい端っこ、中あたり超経験値だわ。まだ封印されしコイン1回目だもんね。うん、大丈夫きっと。はい、2回目、ドリームルーレットをタッチ。これも隣同士があるので、左側の真ん中らへん、全然違うとこ行ってる、隣にしかも戻ってくれなかった。鎧さん、さっきカブトさん出てたので今回鎧さんで組、でも端末違うからね、うんはい、鎧さんゲットしました。これでドリームベッド、うん、今回も下の方重なってる、これ間に当たったらすごい悲しいんだけど、間にやっちゃうかな、はぁ、あ、怪しい、はぁ、あ、びっくりした、おーい、だって言ってたら間に行くかと思う、ビビりました。うん、黄金のアンクゲット、ごく闇、極陽気久しぶりです。あれ、ちなみに
ミックスするときって普通の容器と極容器の2種類あるのを極にすると変わるのかな。なんかそれも今後妖怪ポットで遊んでやってみたいと思います。極容器だったら結構あったりするんですよね。とりあえずドリームベッドで回しましょう。極容器と極容器でミックスするとどうなるのかすっごい今気になってるんですけど、これまた容器増やしたいし待って小あたりそんなすいません、ベッドした位置をちゃんと見てなかったから小あたりになったような気がするもうちょっとちゃんと次は今回は見るようにします。お2箇所いい位置、これは期待できそうな気がする。回して、もう一個、あーやー攻めの超秘伝書10あたりでしたね。もう一個だったんだけどな。はい、どんどん回しましょうって言いながらこれ最後な気がする位置的にはいい位置に止まってくれてるベッドがあるのでそこに止めたい。もう2個、あ、全然だった10あたりドキドキドキーン、急に外に出られてびっくりだぜ。ドキドキ、はい、ドキドキゲット。今回結構大当たりにも慣れたので容器は今後ミックスしてどうなるのか試してみたいと思います。それでゲットした容器を妖怪ウォッチ3で遊ぶとどんな効果があるのかっていうのも気になりますよね。はい、ということで見ていきましょう。ゲットできたのは黄金のアンク、精霊の肖像アンクをかたどった黄金のブローチ、ミステリーレジェンドの専用ですね。守り素早さプラス30になっているので、これをまたミステリーレジェンド誰かに装備させるのをどの子にしようかまた迷っていきたいと思います。はいはい、ということで今回は新しいコイン、エンブレムコインと封印されしコイン、ドリームガシャ回してみました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた See you!